ブあられは、雲から降る、直径5ミリメートル未満の氷粒である。5ミリメートル以上のものは、氷として区別されるが、違いは、大きさだけである。落着時に、跳ねる。氷粒子に過冷客の雲粒子が衝突して凍りつく、過程を繰り返して形成される。雪あられと氷あられに区別される。雪あられは、雪の周りに水滴がついたもので、白色不透明。 気温が0度付近の時に発生しやすい。氷あられは白色半透明および不透明の氷の粒。発生原理は氷と同じで積乱雲内で発生する。共に地面に落下するとパタパタと音を立てる。気象庁の定義によると降雪や積雪はあられによるものも含まれるので実際には雪が降っていなくても観測上は 降雪や積雪が記録されている場合もある。なお、天気予報の予報文では、雪あられは雪、氷あられは雨として扱う。ただし、実際に、雪あられや氷あられが降っても、観測上はあられであり、雪や雨が降ったとは言わない。日本では、天気を自動で判別する機械が導入され、目視観測を2019年2月から順次。 終了したことに伴い、あられの記録を終了した。機械による天気の自動判別では、落下する物体の大きさを判別することは、難しいとされるためである。氷の表面、雪の結晶構造が見られない。結晶の表面に凍った霧の粒が付着していることが多いため、あられの小粒を観測することには、困難が伴う。さらに、 被写界深度の限界があるためマイクロスコープを用いても同様。しかしながら、雪の結晶の観測同様、低温用の線を用いれば、明確に結晶の表面が観測できる。氷は、雪と異なり、角板、樹脂状、角柱、および針という四つの基本的な雪の結晶形状すべてが混在した状態からなるため、 規則正しい結晶構造は観測できない。国際式天気図の天気記号では、の7種類があられを表す。あられの天気記号日本式天気図の天気記号では、あられを表す記号がある。ただし、雷を伴う場合は、優先順位によりこれと異なる表示となることがある。定時飛行場実況気象通報式の、降水現象の欄では、GS があられを表す。 現在では大きさで氷と区別されるが、本来は氷も含んだ。湯を含めてあられと総称することもある。また、単にあられといった場合、雪あられを指すこともある。あられぶりは、鹿島気機密、とほつなどの枕言葉である。ありがとうございます。